ティップーティップティップーティップ、本名ハメドビンムハンマドエル・ムルジェビは、ザンジバル出身のアラブ系、スワヒリ商人。トレーヤー造下を扱う商人として、後のザイル東部まで勢力を広げ、ウテテラのスルタンを自称し、内陸部でのスワヒリ圏の拡大に大きく関与した。祖父の代からのスワヒリ人商人の父と、支配階層であったオマーン移民のアラブ人の母の子として生まれ、 父方の祖母もダルエス・サラームの有力者と黒人の娘であった。20歳を過ぎると、インド商人から資本を借り、ビーズや綿布を大陸内部に裁くためのポーターを、差配する事業を行っていた。そして、奴隷商人であった父親の人脈を利用し、数百名規模の対象を組織するようになった。八百六十年代、キャラバンを組織し、ザンビア北部と武力交渉をし、 増減を奪うなどするようになった。このキャラバンにおいて、彼は1867年に探検家で宣教師で、あるデビッド・リビングストンと出会った。リビングストンは荷物をなくし、食料も切らしていたので、ティプに助けを求めてきたので、ティプは援助を惜しまなかった。1870年代以降、長距離交易路の要所に拠点を敷いたティプは、支配権を、 タンガニーカ湖西南部一帯に広げることに成功した。1876年には、ヘンリー・モートン・スタンリーの探検を先導するなど、欧米人探検家を支援したために、欧米人に広く知られることとなった。1877年にスタンリー滝の統治者となることを約束され、1880年代には、後のコンゴ東部州からマニエマ州一帯を影響下に、 治めさ八百八十四年には、ウテテラノスルタンの地位を認めさせようと試みた。ベルリン会議で、今後のレオポルド二世への帰属が決められると八百九十三年には、ザンジバルに戻り、ページの農場主として過ごした。ピップは、自伝、ウテテラノスルタンを、スワヒリ語のアラビア文字綴りで表し、ドイツ人、ハインリッヒブローデにより、ドイツ語に訳され、さらに1907年には、 それが英訳された。ブローデによればティプはマラリアで没した。ありがとうございます。